皆さんこんにちは、バンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、山吹の佃煮の実食動画、今回はね、だし汁で炊いた山吹ですね。こっちの方にはね、水で炊いた山吹もございますが、味がどう違うのかっていうのもね、この動画で検証していきたいと思います。それではいただきまーす。これもちろんレシピ動画ですね、再生画面下の説明欄にリンク貼ってますんでね、熱々のご飯ですね、これに載せるとですね、さらにこの山吹の佃煮の味が、際立つというね。これ山吹と細切り昆布ですね、ご飯の上に乗せると思いきや、そのまま食べます。うん、あー美味しいですね。これ音聞こえますかね、シャキシャキっとした、あと昆布のね、旨味っていうんですか、うん、あーこれ美味しい。ほんまにご飯とよく合いますね、佃煮っていうのは。材料は至ってシンプルで、山吹、だし汁、酒、砂糖、みりん、醤油、で、あと細切り昆布。これがね、愛媛県産の山吹ですね。結構太くて、シャキシャキ、歯ごたえで美味しいです。もう5月って、山菜のシーズンじゃないですかね。まあ山吹だけじゃなくてね、わらびとか、あけびとか、天ぷらで美味しいのが、タラの芽とかね、まあそういうやつですね。うん、美味しい。じゃあせっかくなんでね、これがだし汁で炊いた山吹。で、今度は、水で炊いた山吹。これもちょっと食べてみたいと思います。まあ、だし汁と水でどう違うかっていうのも。じゃあ、水で炊いた山吹。あ、なんかちょっとやっぱり、だし汁の時よりも、なんか色が濃い気がしますけど。ああ。うん。僕、水の方が好きかもしれないですね。山菜なんで、だし汁炊くと山吹独特の旨味というか、えぐみというか、うん、あれがなくなるんですね。こっちは水なんで、もう繊維のシャキシャキ感も含めて野草を食べてる感じですね。水の方が、だし汁の方を食べてみますね。うん、全然違いが分かれへんなってきた。だし汁でも水でも両方でも美味しいって比較するとね、なんか水の方が野生味あふれて、だし汁の方が上品な味とか、なんかそういう風な感覚でね、思ってしまうんです。多分これ目つぶって水の方とだし汁の方を出して分かんないと思うんですけどね。うん、まあ結果水でもだし汁でも両方美味しいということなんで、あとは皆さんの、まあ、選択次第ということですね。どっちを取るかっていう。で、まあ今この実食動画バンチャンネルで公開してるんですけど、このバンチャンネルで過去にね、料理レシピを公開していた時期がございまして、実はこの山吹の佃煮、山吹は一回やってるんですよ。あと、つわぶきも一回やって、佃煮をね。なんで、もしまだの方はね、ちょっと今紹介しますんで、見てください。つわぶきの佃煮は、JOBBB225 ですね。2012年にやってるんですけど、で、山吹の佃煮は JOBBB の333。動画自身は2014年に公開してるんで、まあ、今回の山吹の佃煮と過去のつわぶきの佃煮、そして山吹の佃煮、まあ3つあるんでね、まあ、それぞれどういう作り方、違うかっていうのをこう見ながらですね、つわぶきの佃煮に関してはですね、お酢入れてるんですよ。お酢と一緒に炊いてます。あとですね、まあ、今回もみりん使ったんですけど、それに比べてもさらに多めのみりんをその山吹の佃煮は使ってます。そして、2014年に公開した、山吹の佃煮に関してはですね、水で炊いてます。で、今回2019年はだし汁で炊いてると。つわぶきの方は保存性に優れてるんですよね。数年前の山吹の佃煮に関しては水で炊いてるんで、まあ、山吹の、荒々しさというか野生味が直接感じられると。で、今回はまあ、だし汁で炊いてるんで、マイルドな味わいになってるんで、万人受けかなという、まあそういう3種類ね、作っております。あ、ちなみに今回の山吹の佃煮は、晩飯チャンネルで公開するんで、今ちょっとレシピ動画は晩飯チャンネルで、実食動画は晩チャンネルっていうね、風にちょっと分けてますんで、まあそこにちょっとややこしいんですけど、よかったら再生画面下の説明欄に、過去のつわぶきと山吹の佃煮、それぞれリンク貼ってますんで、ぜひそちらも見てください。一晩水につけた、山吹なんです。山吹を最初、汚れとか綿をスポンジとかで水洗いした後に、沸騰した上でこれを10分茹でるんですね、山吹をね。で、その茹でた山吹を、あ、もちろん汚れ落としてから切ってから茹でるんですけど、10分ぐらい茹でた後にですね、ザルにあげて、で、こんな感じで水に1時間以上つけます。で、今回はですね、一晩、まあ、約12時間以上かね、12時間以上つけまして、鍋でですね、まあ、だし汁、酒、砂糖、みりん、山吹をまず5分間煮てから、で、その後に細切り昆布と醤油大さじ1杯を加えて5分煮て、で、さらにですね、5分後にまた醤油大さじ1杯を加えて、で、最後に落とし蓋をしてから煮汁が少なくまで煮るっていうね、そういう工程を経て、できたのがこちらの山吹の佃煮ということになっております。あ、で、まあ細かいことなんですけど、これも念のためなんですけど、
甘いものね、だから酒とか砂糖とかみりんとかを最初に山吹と一緒に煮てから、その後に、まあ、塩系の昆布と醤油を出てみました。これ料理の基本なんですけど、甘いもんを先にこう馴染ませるっていうね、塩分系をですね素材にこう佃煮とかで煮てしまうと、その後に砂糖系が入りにくくなるんですよね。だそういう細かいところもまあ考えて、よっちゃんと渡り番チャンネル2人でレシピ動画作ってますので、ぜひぜひ今回の山吹の佃煮のレシピ見てください。ごちそうさんです。まあ、最後にね、これ今回使った細切り昆布ですね。やっぱり、ね、昆布入れるとね、美味しさとかうまさが入りますよね。微妙なバランスでハーモニーを奏でる今回の山吹の佃煮レシピ動画、晩飯チャンネルで公開しますので、ぜひご覧ください。で、動画ご覧になったら、いいね、評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、晩チャンネルがお送りしました。よっちゃんもお疲れさんでした。皆さん、良い一日を、そして良い山吹の佃煮ライフを。あ、よっちゃんお疲れ。ああ。